ティティポ、ティティポ、テレビに映りたい。記者村に朝が来ました。ハーブおじさん。おお、ティティポ。今日は仕事が終わったらまっすぐ帰ってくるんだぞ。え？後でテレビの記者たちが来て列車を紹介するんだが、その中でも最高の列車を選ぶそうだ。うわあ、じゃあ僕もテレビに出れるの？もちろん。他の列車たちも早く帰ってくることになってるから、ティティポも遅れるんじゃないぞ。はい、行ってきます。気をつけるんだぞ。ティティポはテレビに出れることになり興奮しています。皆様、最高の列車ティティポを紹介します。こんにちは。親切で時間もきちんと守り、運行も上手なティティポ。やはり最高の列車に選ばれるだけはありますよね。こんにちは。こんにちは。テレビに出たらどうなるかな。ああ、ティティポだ。こんにちは。ありがとうございます。人気があるのも大変だね。ティティポ、はい。出発しないでどうしたんだ。ごめんなさい。仕事するときは余計な考えをせず運行に集中。はい。いよいよ放送局から記者たちがやってきました。レディーキュー。こんにちは。私は今記者村に来ています。こちらに記者村の所長さんがいらっしゃいます。こんにちは、ハーブ所長。こんにちは。 こちらの記者村には、列車が、いや、たくさんの列車たちが住んでいます。ハーブ所長、はい。普段通り気楽にお話しください。はい。私は今、とある列車の宿舎前に来ています。ここではいろんな列車に会おうと思います。まずは後ろの列車たちから。こんにちは。あなたたちはどんな仕事をしてるの？ああ、こんにちは。私を見ないで、あそこを見ながら話すといいわ。ああ、いや、こんにちは。僕たちは整備列車です。事故に遭った列車たちを助けてあげるんです。そうなのね。あなたたちのお名前は？僕は整備列車フィックス。そして助手のリフトです。パーシャーパーシャー。歌も歌いましょうか。出動するたびに歌う歌があるんですよ。もちろん。フィックスフィックス、僕はフィックスフィックス。ちょっとすみません。はい。採石場で事故が起きたようだ。すぐに出動できるかい？リフト、すぐに行かないと。うん、行かなければいけないのね。はい、歌は今度歌ってみせますよ。すみません。気をつけて行くぞ。到着しました。仕事が終わったぞ。早く村に帰ろう。早く乗らないと。怖いよ。これに乗らないとおばあちゃんの家に行けないの。どうしよう。怖いよ。僕が行って助けてあげないと。そのまま行きなよ、ティティポ。子供を慰めてて遅れたらテレビに出れないよ。やっぱりそうだよね。よし、このまま行こう。ちょっと待って。列車なら乗客を無視したらダメじゃない。あそこで泣く子供を慰めてあげて。調子に乗るな。うまくいったら君はスターになれるかもしれないんだぞ。だから子供なんてほっといて早く帰るんだ。ダメだよ。こういう時は当然子供を慰めてあげなくちゃ。あいつの言葉を信じるな。テレビに出られないぞ。やめて。お客様を放ってはおけないよ。ティティポティティポティティリティティティポ。いつも楽しいちびっこ列車。ティティポティティポティティリティティティポ。楽しく走ろう。ティティリティティリティティポ。ほいほい。ママ、この列車を見て。すごく面白いよ。どう？ちっとも怖くないでしょ。うん。もう乗れそうでしょ。うん。ありがとう、ちびっこ列車。とんでもない。ティティポ、
ティティポ。ジニーが汽車村に戻ってきました。ただいま。あ、ちょっと待って。はい。少しインタビューしてもいいかしら。もちろんです。次はたった今運行から戻ってきたちびっこ列車です。こんにちは、私は旅客列車のジニーです。ジニーは運行が終わってもとても綺麗なのね。私は乗客を乗せるので、いつも綺麗でなくてはいけないんです。ジニー、ディーゼル。たった今仕事を終えた貨物列車も戻ってきました。この子はディーゼルです。こんにちは。ところでどちら様？ディーゼル、今カメラに撮られてるのよ。今撮ってるって？採石場に行ってきてものすごく汚いのに。一生懸命働いてきたのね。とてもかっこいいわ。かっこいい？そうだね、僕かっこいいよね。そうだね。ティティポ、さよなら。うん、さよなら。ありがとう。よかった。ティティポ。はい、ハーブおじさん。今どこにいるんだ？まだ駅にいます。これから出るところです。よかった。近くで列車が故障したんだが、どうなってるか見てきてくれないかい？それじゃあ撮影は？そっちに出てる列車がティティポだけなんだ。うん、はい。じゃあ出発してくれ。はい。早く戻って放送局の人たちが見たかったのに。それでも故障した列車を助けるのが先だよね。さあ出発。列車はほとんどみんな撮りましたよね。ちびっこ列車たちの紹介はこれくらいでいいと思います。じゃあ外で働いている列車に会いに行きましょう。そうですね。なんで、なんで動かない？いつ出発できるんだ。約束に遅れるじゃないか。はい、申し訳ありません。僕が来ましたよ。来てくれたんだね。僕の体が動かなくて。心配しないで、乗客たちは僕がお連れしますよ。うん、ありがとう。すぐにフィックスとリフトが来るので待っててくださいね。乗客の皆様、僕にお乗りください。助かった。こっちに乗ればいいのね。それでは出発進行。おい、少し待ってくれないか。早く帰らないといけないのに。足が。いや、僕が行ってしまうとおじいさんは家に帰れないじゃないか。乗客の皆様、おじいさんが乗られたら出発します。少々お待ちください。分かった、大丈夫。分かったわ。さあ出発進行。ついに仕事を終えたティティポが汽車村に戻ってきました。みんな、汽車たちは帰ったよ。すぐに放送が始まるよ。みんなで一緒に見ることにしたから早く行こう。楽しみ。僕は撮られなかったのに。あらら、ティティポがインタビューを受けられずがっかりしていますね。いつ始まるの？もうすぐだよ。楽しみ。お疲れ。いらっしゃい。お疲れ。さあ始まるよ。こんにちは、ハーブ社長。ハーブおじさんだ。そうね。ハーブおじさんを見て。緊張してたみたいだね。そろそろ僕たちも出てくるね。こんにちは、私の名前はシンシンです。お客様を早く安全にお乗せする列車です。汽車村で一番早い高速列車です。あそこに船子列車がいます。こんにちは、僕はマニー。そして僕はバニーです。不思議だな。次はたった今仕事から戻ってきたちびっこ列車です。ちびっこ列車は自分たちの姿がテレビに映り楽しんでいます。僕だけ映ってない。あれ、ティティポだ。あそこで列車が故障し、乗客たちが不便を強いられている状況です。しかし今、ちびっこ列車が現れ乗客たちを助けています。僕にお乗りください。ありがとう。ありがとう。あれ、
もかっこいいわ。わあ、ティティポが主人公のようだよ。ありがとう。あれ、あそこ。皆さんに聞いてみましょう。待ってくれたおかげで家に帰ってこれたんじゃ。ありがとう、ティティポ。ティティポが歌を歌ってくれたんだ。ティティポ、ティティポ、ティティリリティティポ。あれ、さっき助けてあげた子におじいさんじゃないか。人々のために一生懸命働く列車たちのおかげで私たちが便利に生活することができてるんですね。ありがとう、ちびっこ列車たち。それでは放送終わります。ありがとうございました。すごいよ、ティティポ。本当だね、ティティポ目立ってたわね。ティティポ最高だね。本当だよ、やるな。ありがとう。テレビに出たティティポ、かっこよかったですね。おめでとう、ティティポ。テレビに出られて本当によかった。お友達になりたい。おや、ちびっこ列車たちが楽しくおしゃべりをしていますね。動けなくなって正直者の貨物列車が最高の列車に決まったんだって。わあ、本当？そうなんだって。あっちにシンシンが仕事を終えて帰ってきたんだわ。シンシン、お疲れ。お疲れ。シンシン、こっちにおいでよ。ディーゼルの話本当に面白いよ。そうよ、本当に面白い。このディーゼル様がもう一回話してあげてもいいよ。ごめんね、私ちょっと休まないと。またね。そうそうか。チェ、こうなることは分かってて。何が？もともとシンシンは僕たちと遊ばないんだ。シンシンは一人でいるのが好きなのよ。会ってもすぐに行っちゃうし、笑わないし。本当？全然心を開いてくれないんだから。そんなことないのに、明日の朝は早いから仕方がないのに。次の日、明るい朝になりました。シンシン、おはよう。おはよう。シンシン、洗車しに来たの？うん。みんなが言ってた通り、シンシンは本当に笑わないんだ。お？したシンシン、じゃじゃーん、僕ハーブおじさんみたいでしょ。そうかな。ティティポ、準備できたら早く出発しなさい。笑った。ティティポ、準備できたら早く出なさい。はい。ほら、同じでしょ。到着しました。終わった。シンシン、一緒に行こう。ティティポ、シンシン本当に早いね。すごく羨ましい。私はティティポが羨ましい。本当？なんで？ティティポはみんなと仲いいでしょ？私はそんな風にできないから。あ、シンシン？行っちゃった。私はみんなとスピードも違うし、停車する駅は少ないし、会うことさえできない。私もみんなと仲良くなりたいけど。仲良くなりたいの？僕が手伝ってあげようか。どうやって？僕を信じて、ついてきて。シンシンの気持ちを知ったティティポは、シンシンを手伝おうと思いました。みんな面白いことが好きなんだ。面白いこと？よく見てね。ほっ。ほら、面
白いでしょ。うん、それじゃあシンシンもしてみて。なぜそんなこと、どうやって。これをすればみんなと仲良くなれるよ。うん、わかった。ほう、こうやって。似てるけど、もう少し頭に力を入れてみて。まさにそれだよ。うん、恥ずかしい。次は走りの練習をするよ。走ること、自信ある。お、シンシン。待って。どうしたの、ティティポ。ゆっくり走る練習をするんだよ。ゆっくり。うん、シンシンはすごく速くて僕たちと一緒に走ることができないでしょ。だからゆっくり走る練習をしよう。ああ。みんなと一緒に走りながらおしゃべりしたらきっと仲良くなれるよ。わかった。ゆっくりゆっくり。よし、次はみんなを褒める練習。褒める。うん、褒められることが嫌な列車はいないよ。まずは僕を褒めてみて。え、ティティポ。うん、早く。褒めるところたくさんあるでしょ。うん、ティティポはすごく親切な列車だと思う。本当に、僕は親切な方だよね。他に褒めるところはない？もっと考えてみてよ。わからない。よく考えてみてよ。ティティポ、ティティポ。練習を終えたティティポとシンシンは友達を待ちました。来る時間なんだけどな。あ、来た。できるよね。うん、ティティポ。シンシンもいたのね。お疲れ様。みんな、見せたいものがあって。あ、わー、なになに、すっごく気になる。そっか、見せてよ。うん、見てみて。シンシン、どうしたの、どこか悪いの。ちょっと具合が悪いのかも。すぐにテオのところに行こう。大丈夫だよ、みんな。こんなはずじゃ、シンシンじゃないみたい。なんか変。シンシンがみんなに話したいことがあるんだって。話したいこと？早く二人のこと褒めて。ジニーは本当に力強くて丈夫な列車だよね。私が力強い？うん、ディーゼルはきちんとしてて親切な列車だと思う。え？シンシン、なんか変だよ。そうじゃなくて、ジニーはきちんとしててディーゼルが力強くて。どうしよう、逆のこと言っちゃった。シンシンが失敗するとこ初めて見たわ。そうだよ。シンシンが言う通り、私すごく丈夫なの。実は僕きちんとしてる列車なんだ。よかった。ティティポ。シンシン、ありがとう。ティティポのおかげでみんなと仲良くなれたような気がする。ほら、僕を信じてって言ったでしょ。あと最後の一つが残ってるよ。最後の一つ？みんなで一緒に遊びに行くことだよ。遊びに行くこと？仲良くなるためには一緒に遊ぶことが一番なんだから。ディーゼルとジニーに一緒にピクニック行こうって誘ってみて。わかった。みんな、シンシン、早く。私たち一緒にピクニック行かない？おお、それすごくいいね。みんなで一緒に行ったら楽しそう。いいわよ。
よ。僕もいいよ。ついにピクニックに行く日になりました。わあ、いい天気。そうだね。港に行くから海も見ることができるね。やっほー。シンシンと並んで走るなんて嬉しい。うん、私も。もう少し行けば海が見えるよ。うん、シンシン。あ、はい、ハーブおじさん。急に観光客が増えて特別列車を運行しなければならなくてね、君にちょっと行ってきてほしいんだが。はい。それじゃ今すぐ戻ってきなさい。はい。行かないとダメなの、シンシン？うん、急に仕事が入って、うん、ほとんど着いたのに。私行くね。シンシンと一緒に遊びたかったわ。僕も。ああ、僕にいい考えがある。なんだよ。ついてきて。ちょっと待ってよ。運行を終えたシンシンが汽車村に帰ってきました。みんなとピクニックも行けなかったし。シンシン、うん、お疲れ様。みんなどうなってるの？ピクニックは？シンシンがいないピクニックなんて。シンシンと一緒に帰ろうと思ってきたの。ピクニックは今度行こう。みんなありがとう。ありがとうなんて言わないで。僕たち友達でしょ。そうだよ。ちびっこ列車と仲良くなったシンシンは疲れたことも忘れて、とても幸せな気持ちになりました。採石場へ行ったティティポ。のどかな朝です。おや、ティティポがいますね。ハーブおじさん。おお、ティティポ、どうしたんだい？今日お休みなんだけど、外に遊びに行ってもいいでしょ？もちろんいいとも。やったー、嬉しい。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。やっぱり出てきてよかった。お、ディーゼルだ。ディーゼル、おはよう。ティティポ、おはよう。どこ行くの？僕は今日お休みだから遊びに来たんだけど。僕は採石場に行って石を運ばないと。採石場？それ何？石を掘るところだよ。そこで僕はすごく危険で大変な仕事をしてるんだ。あ、君も一度行ってみる？僕が？うん、ついてきて。やっほー。お、待ってよ。ティティポンがディーゼルと一緒に採石場に向かっています。ははん。もうすぐで着くよ。さっきもうすぐって言ってたのに。あと少しで着くから。あ、やっと着いた。わあ、かっこいい。ゆっくりゆっくり。本当にすごい。そうだろう。おい、ディーゼル。あ、来たんだね。久しぶり。おい、俺は出発するぞ。うん、お疲れ。よいしょ。あの上で石を取る機械に入れたら、大きな石が小さな石になるんだ。ああ、あの大きな石が？うん、そうやって小さくなった石を僕たちが受け取って乗せていくんだ。そうなんだ。大したことじゃないよ。爆弾を爆発させて岩を砕いてるだけだよ。あ、そうなの？ディーゼル、君の番が来たぞ。はーい。ちょっと待って。うん。ディーゼルが仕事を始めました。お疲れ様です。それじゃあ始めよう。はい。
っしゃ、準備できました。よし、全部乗したぞ。ディーゼル、そろそろ行こうか。すごくたくさん乗せたんじゃない？他の列車たちもこれくらいは乗せるよ。本当に？うん、あっち見てよ。お、おお、本当だ、みんな力持ちだな。もちろん。1、2、3、4、よっしゃよっしゃ、僕たちシュシュポポ力持ち、僕たちシュシュポポ。歌も歌うの？うん、そうした方が楽しく働けるんだ。僕も歌ってみようかな。1、2、3、4、よっしゃよっしゃ、1、2、3、4、よっしゃ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 、僕たちシュシュポポ力持ち、僕たちシュシュポポかっこいい、よっしゃ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 、僕たちシュシュポポ力持ち、僕たちシュシュポポかっこいい。採石場を見学してみてどうだった？すごくかっこよかったディーゼル。僕も貨物列車のように働きたいな。誰でもできるわけじゃないんだけどな。なんで？僕もできるよ。簡単じゃないんだけどな。できるよ。ティティポ、ティティポ。次の日の朝になりました。おや、ティティポが運行するためにやってきましたね。よし、よし、出発。ハーブおじさん。おお、やってきたね、ティティポ。ん？なんでこんなに汚れてるんだい？綺麗に洗って出てこないと。汚れてる方がかっこいいのに。あ、今からお仕事だから、帰ってきたから洗いますよ。うん、そうか、今は時間がないね。次からは必ず洗って出てくるように。はい、行ってきます、うん。貨物列車たちのように大きな声で挨拶しなきゃ。おはようございます。びっくりした。何？どうしたんだ今日は。さあ乗ってください。どうしてこんなに汚れてるのかしら。ほこりが。出発します。へへ。僕も歌ってみようかな。よっしゃよっしゃ、うるさいわ。よっしゃよっしゃよっしゃ、僕たちシュシュポポ力持ちの列車、僕たちシュシュポポかっこいい列車、よっしゃよっしゃ、僕たちシュシュポポ力持ちの列車、よっしゃよっしゃ。ただいま戻りました。ティティポ、今日の運行中に一体何があったんだい？お客さんに大きな声で話して運行しながら歌まで歌ったそうじゃないか。ああ、へへ。昨日採石場で貨物列車たちに会ったんだけど、すっごくかっこよくて真似してみたんです。へへ。君は貨物列車じゃなくて人を乗せる列車だろう。そんな風に大きな声で話したらお客さんたちがびっくりするよ。でも静かに運行するだけなんてつまらないよ。僕だってかっこよく働きたいのに。お客さんを乗せる仕事もすごくかっこいいじゃないか。
これからは静かに運行するように。はーい。はあ、貨物列車の方がはるかにかっこいいって。採石場へ見学にでも行こうかな。ティティポは貨物列車たちに会いにまた採石場へ行きました。わあ、ディーゼルはどこだろう。ティティポ、なんでここに？見学に来たんだ。ああ、これを移動させたらもう終わりなんだけど、みんな家に帰る時間だよ。ああ、そうなんだ。もっと見学したいけど。うん、君たち。ん？君もしかして旅客列車かい？はい、そうだけど、どうしてですか？私たちを都市の駅まで乗せてくれないか？僕が？ああ、今日通勤で使ってる列車が故障したそうなんだ。他の列車もまだ来ないみたいだ。はい、僕が連れて行きます。さあ、大きな声を出したらみんなびっくりするんだった。さあ、乗ってください。親切な列車だな。そうだな。出発します。ゆっくりゆっくり、お客さんを乗せて走るときは揺れないようにしなきゃ。ティティポはお客様の安全のために慎重に走りました。着いた。到着しました。もう着いたのか。ティティポのおかげですごく快適だった。ありがとう、ティティポ。無事に家に帰れるのも君のおかげだ。よかった。ティティポ。あ、ディーゼル。ちゃんと送っていってあげたの？うん、さっきはかっこよかったよ。ありがとう。お客さんを乗せることもすごくかっこいいよね。この前は貨物列車の仕事がしたいって言ってたのに。今は違うよ。お客さんたちの喜ぶ姿を見て僕もすごく嬉しかったんだ。おお。だけどかっこいいのはやっぱり僕だけどね。違うよ、僕の方がかっこいいって。実は今日の君すごくかっこよかった。そうですね、貨物を運ぶこともお客様を乗せることもみんな重要な仕事です。ティティポ、ディーゼル、二人ともお疲れ様。